はい、皆さんこんばんは、荻原秀樹です。荻原秀樹のアブソリュートテクノロジー、トーク放送でございます。音声聞こえてますでしょうか、音楽聞こえてますでしょうか、大丈夫でしょうか、問題ないでしょうか、大丈夫かな。はい、良ければコメントに書いてくれて嬉しいです。よろしくお願いします。YouTube とそれから、ニコニコと、同時配信でございます。今ちょっとツイートしようかな。聞こえてますか？ありがとうございます。始まりましたと。おお、ちょっとローマ字になっちゃった。ちょっと待ってね、始まりました。現在、無料配信中と。見てねと。で、YouTube の方も貼っときましょうか。はい、ということで、問題ないかな、大丈夫かな。はい、ということで改めまして荻原秀樹です。よろしくお願いいたします。今、ツイートしたのでよければ、いいねもしくは、リツイートなんかして、支援してくれると嬉しいなと思っております。番組の方今、同時配信中です。 YouTube それからニコニコ、両方で配信しておりますので、どちらで見てくれても構いませんし、ニマドで見てくれても構いません。コメントの方は両方拾っていこうかなと思ってますんで、よければコメントなんかもたくさん書いてくれると嬉しいなと思ってますんで、皆さんよろしくお願いいたします。さて、非常事態宣言入りました。私が住んでいる東京都はですね、現在非常事態宣言中でございますね。発令されました。2回目の非常事態宣言ということで、1回目とねちょっと雰囲気が違って、これは非常事態宣言と呼ぶのかというところもあるんですが、まああとは気の持ちようという、すごく気にして、守る人は守るし、守んない人はどんな状況だろうが守んないだろうなという中なんですけどもね、非常事態宣言になったからじゃあ、節制しようかなと。今までは、そういう雰囲気じゃなかったからということで気にしてなかった人も一応ね、早くお家に帰って自宅で過ごすとか、あとはまあ不要不急ということなんですけども、一応ね、20時以降の不要不急は、避けてください、とお家に帰ってくださいという形になっているんで、前の時は本当に家から出ないでねって感じだったんですけども、ちょっと緩いんですよね。まあいろいろと多分、経済的な問題その他もろもろ、もあっての、まあそういう方向になったんだと思うんですけども、本当はね、短期的に一気に1ヶ月なり2ヶ月なり、集中してやった方が早かったんだよねって、ずっと前から俺は言ってたんですけども、非常事態宣言が始まる前から1回目のね言ってたんですけども、結局そのダラダラと、もうそろそろ1年経つんだよね。我々からすると、エンタメ業界からすると、2月の末にエンタメ業界が止まったんですよ。でそろそろ僕らからすると1年経つんですよ。で1年間ずっとこもってるわけですよ。イベントもできないし何もできないしみたいな感じで、皆さんからするとね、3週間、例えば非常事態宣言3週間でとかね、今回も1ヶ月かよとか言ってるんですけど、僕らも1年経つんですよ。そんな状況なんで、とっとと経済とか言ってねえで早く直しやがれって話なんですけど僕らからするとね。で大手を振ってね、みんなと一緒にイベントやったりとか、いろんな形でね、みんなと交流取れるはずなのに、
なんか中途半端な感じでみんな生活してるもんだからこうなっちゃってるよというところで、まあ、憤りは感じてはいるんですけれども、まあ、しょうがないんでね、人それぞれ考え方も違うだろうしということで、国も国でなんかおっとり刀でやってるしみたいなとこだったりするんで、ね、やっとオリンピックはどうみたいな話になったんで慌ててますけれども、ね、オリンピックも多分無観客になるんじゃないかなと。ただあとワクチンの問題かなと。ワクチンがどこまで、効いて、そのいわゆるこうね、そのいわゆるこうウイルスを抑えてくれるかどうかというところになってくるかなとは思うんですけど、ちょっと分かんないもんね、こればっかりはね。ということで、まあね、いきなりコロナの話になってますけども、まあ、しょうがないよね、そういう時期だからね、そういう内容になってるよということなんですけれども、ね、ちょっと非常事態宣言になっちゃいましたよということでね、もう逆に言うとなってくれなきゃ困ったところもあって、前ツイートもしたんですけども、いい加減、その、なんかコロナ、いや、コロナのあれもあるんですけど、やっぱ非常事態宣言ぐらい出してもらわないと、なんかこっちの気持ちも引き締まらないんで、だったら出してくれた方がいいですよねとか言ってるのを、結構、テレビの、コメントしてる人たちが喋ってるのを見てたりはしたんですけども、大人なんだからさ、人に言われたから、じゃあやらなきゃいけないなじゃないでしょって話なんですけど、ねえ、大の大人が何甘いこと言ってんのよって思ったりはするんですけど、まあまあそこら辺はだから結局アマちゃんなんだよな、みんなな、だから多分こうなってるんだよなということでね、ちょっと苦言を呈するような言い方を最初にしてしまいましたけども、要はだからこう第2回目に非常事態宣言が出てしまった理由ってのはそういうことだよとね、身を引き締めて生きていかないとね。で、非常事態宣言上げた理由っていうのも、病床、いわゆるこう、ね、入院数、ね、が、その、病院での、いわゆるこう、ね、確保できるようになってきたからっていうところもあったんで、非常事態宣言解除になったわけですけども、結局、今またあれですよね、パンク状態になっていると、医療従事者がもう泣き叫んでいるわけですよ、ね、もう勘弁してくれと。っていう状況なにもかかわらず、世の中は、コロナウイルス、まあどうにでもなるんじゃないのみたいな、それも経済回さなきゃいけないしね、みたいな空気になってるから、いい加減にせえやって話を前にもしてたんですけども、やっとね、非常事態宣言って形になって、もう遅いよと、本当は僕は、年末っていうかもう、クリスマス前から非常事態宣言入るべきだとは思ってたんですけども、まあね、結局、年末、クリスマスとか年末らへん、まあ、年末はそんなことなくてクリスマスとかですかね、人がわんさか出てたんで、まあ、そこで一気に移っちゃって今ね2000人超えるような東京都なんか出てしまうのでね、まあそりゃそうなるよねっていう、みんな誰しもがわかることでしょうよということなんですけども、まあ遅いよって話なんですけどね。だからまあまあしょうがないってしょうがないんですよ所詮そんなもんなんだろうなっていうね、結局自分が多分重症化しないとわからないと思うんだよね。で、症状が出なかったりとかする人もいるから余計そうなんだろうなってのもあったりする。まあちょっとね、頭重い話になりましたけど、さっきも言いましたけど非常事態宣言入りましたよっていうことで、今日の定期放送番組スタートしているとね、まあちょっとそんな話になってますけれども、ね、皆さん、僕の番組見てる皆さんは。ちゃんと、節制してくださいね。まあ、外出るのってのは、今のところだから、全く出ちゃいけないってわけではなくて、前の非常事態宣言の時もそうでしたけれども、完全なロックダウンではないと、日本の場合もそうなんですけども、いわゆるこう、経済を回しつつ、対策を練っていく、不要不急の外出は避けるとか、あとは、まあ、出るなら出るで、人にうつらないような対策をしておくと。で、ちなみにあれなんですよ。僕はだから非常事態宣言中になると思うんですけれども、1月の16日にラグビーのチケット持ってるんですよ。で、どうしようかなって悩んでるんですけども、まあ、行こうかなとは思ってます。もちろん、対策を練ってということなんですけども、非常事態宣言が出たから、どうの前に非常事態宣言出ようが出まいが、同じことなんだけどね。急に宣言出たからじゃあ、みたいなのもおかしな話なんですけども。でも一応その対策を練りながらちゃんと行こうかなと思ってて、
ね、まあ、その時の話はまた改めて、別日にしようかなと思います。1月の16日から、ラグビーのトップリーグがスタートするということで、チケットの方は、もう、売っている分は、非常事態宣言入っていても、問題なく、そのまま使えますよということで、今後は5000人以上かな、っていう条件になりますけれども、ということでね、どんな感じなのかちょっと見ていきたいなというふうに思ってたりもします。さて、こんな感じで始まっているんですけど、皆さんお元気ですか？1都3県ということなんで、そうじゃない人たちは関係ない話っちゃ関係ない話なんだと思うんですけども、ただ、大阪周辺が非常事態宣言出さなきゃいけないかもしれないみたいな話になってますね今ね。大阪はなんとなくこう、なんだろう、だいぶ、右肩下がりになっているなんて話もあったんですけども、まあ結局一蓮托生ですから、一気にね、年末、クリスマス年末でまたやっぱり人が出てたので、同じようにまた、右肩上がりになってしまったということでね。なので非常事態宣言出さなきゃいけないんじゃないかって話で今動いてますね。なので、皆さんね、自分のところの地域は大丈夫だよと思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、どうなるか分かりませんし、結局例えば、何千人出ようが何百人出ようが何万人出ようが、結局自分が移ったら結局移るのでだから例えばね、東京都で100万人って言っても、100万人でじゃあ 全員が移ってるのかって言ったら1300万人ぐらいいますからね、移ってない人ももちろんいるわけですけども、でも例えば地方だから大丈夫かなと思ってても、感染する可能性もありますんで、皆さん気をつけていただいて、でもうちょっとしたらなんでダメなんだろう、今ですねメッセージ確認待ちですと出たんですよ。りょうたろうゲームさんかな、今ですねなぜか確認待ちが出てるんですけど、内容は全然普通の内容なんで、今 YouTube の話してます。 YouTube 今表示にしますね。りょうたろうゲームさん、非表示ってか今確認待ちになってるんで表示しますけども、内容がですね福岡も検討中とかなんとかなんですよ。これでダメなんだ、何が引っかかったんだろう、まあ、わかんないですけどね。でこんばんはということで、いらっしゃいませなんですけど、でこんばんは言ってからいきなりなんか引っかかっていたんで不思議だね、何が変わってるかわからないね。クサ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 ってわらって書くと、なんか文字があれなんで化けてるみたいになっちゃって、確認待ちになったりすることもあるんですけども、今のはね全然そんなことないのにね、ということで、あ、なんかたくさんいろいろいただいてますね。ニコニコの方、クオンさん1000ポイントニコニコ広告ありがとうございます。クオンさん同じくクオンさん900ポイントニコニコ広告ありがとうございます。そして、ヨクラさん和子社50ポイントありがとうございます。クオンさん、800ニコニコ広告ありがとうございます。クオンさんプラスで500ニコニコ広告ありがとうございます。クオンさんそしてプラス400ニコニコ広告ありがとうございます。すげえすげえくれてるね、ありがとうね。クオンさんプラスで500ニコニコ広告ありがとうございます。ヨクラさんかわいい50ポイント、ギフトありがとうございます。そして YouTube の方も始まる前からなんですけど、ひかみさん、ひかみれいさん200スパチャありがとうございます。始まる前にポーンって入れてくれて、こんばんはということでありがとうございます、いただきましたありがとうございます。ということで、スパチャの方もやってますし、収益化も兼ねて広告とか入っちゃってると思うんですけども、よければ、ご協力いただけると嬉しいなと思っております。番組、まあ、こんな感じでね、まあ、コロナウイルス、非常事態宣言も入ってしまいましたので、業界的にも、やっぱり、止まりがちになりそうです。ちなみにですね、学校、僕先生やってるんですけども、学校に関しては基本的には、そのまま、学校やって構わないという話なんですけども、でも年には年にを入れてということで、僕今3つの学校を教えてるんですけど、うち、2校は、1月の非常事態宣言から1ヶ月間は、お休みということで、休校になりました。なので、収入がなくなりましたね、12月からね止まってるところもあるんですよ。年末ちょっと数が多いってこともあったんで、なので12月から止まってる学校もあったんですけども、12月あった学校の方でも1月の非常事態宣言に合わせてということで、で1校は12月1月と、休校になっていると。で1月からの休校があって、
で昨日ねあのツイートされてましたねって書いてくださいましたけども、昨日行った学校の方は、今のところ、やる方向ではあるんですけどちょっと分かんないです。ただですねその学校僕月に1回しか教えてないんですよ。なのでもう1月終わっちゃったんで、関係ないっていう関係ないって話、あ、ギフトいただいてるかな。クラクランさんから2500ニコニコ、ありがとうございます。クラクランさんプラス1000ニコニコ、ありがとうございます。フェイクさん300ニコニコ、ありがとうございます。クラクランさん900ニコニコ、ありがとうございます。そしてヨクラさんギフト300ポイント、これなんだろう、栗、ありがとうございます。そしてクラクランさん800ニコニコ、ありがとうございます。宣伝してくれているので誰か新しく来てくれる人いたらいいなって感じでございます。ありがとうございます。という感じなんですよ。なのでまあ大変なんでよかったら、支援してくださいよかったら支援していただけると、荻原大変なんだなみたいな感じで、じゃあこれでお茶でも飲みなよとか、これでもコーヒーでも飲みなよみたいな感じで、スパチャ並びに、ありがとうございます。よくらさん荻さん頑張ればいいと、いいことあります、ありがとうございます。250ありがとうございますねえ、ひかみさんとよくらさんが、よくらさんはあれだよね、ニコニコの方にも結構ギフトいただいてます、ありがとうございますね。足しにさせていただきたいと思いますね、番組の方の、収益の方、よければ、お手伝いしてくれて嬉しいなと思ってますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。さて、こんな感じでスタートしたんですけども、今日ずっと壁紙なのかというとそんなことございません。なのでここら辺でそろそろスタートしたいと思います。アバンですよ、今のオープニングじゃないですからね、アバンですからね。それではスタートしたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。動画を残しておくと空気変わったでしょ。また今度はですね前はソファーのところにしたんですけども、今日からこんな感じでお送りしようかなと思ってます。今まで何て言うかな、何て言うんだろう、ローチェアみたいな感じのを使ってやってたんですけども、いろいろと模様替えするんで、買い替えたりとかして部屋の模様替えで、あ、ごめんなさい、触っちゃった。テーブルっていうか、いわゆる、なんだろう、ゲーミング系の PC デスクにしました。で、なので、ゲーミング系のチェアを買って、ゲーミングチェア買って、こんな感じで、これからお送りしていこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。だからなんとなく、配置がちょっと変わったでしょ。ね。ということなんですけれども、まあ、その話は後でしますけども、すいません、僕がね、仕事がなくなったよ、仕事なくなったよ、学校がなくなっちゃったんだよみたいな話をしてて、でそしたらですね、なんか、気を使ってくれたのかな、皆さんありがとうございます。よくらさん250で、もらったよってスパチャの話したんですけども、その次にですね、ひかみさん、支援ですわら200ありがとうございます、200いただきます。そして、富山さんありがとうございます、1500もいただきました。微力ですが確かに、いや全然ありがとうございますね、え、スパチャ黄色くなってますからね、ありがとうございます。そして横田さんプラス200ありがとうございます、かっこいいって言って、スパチャっていうかなんだっけ、動画のやつだよね、ありがとうございます、いただきましたね。え、言ってみるもんだねって言い方もひどいですけどいや本当にね、いや大変だよね、みんなもね。なのでみんなも大変だと思いますので、いわゆるこう大変じゃない部分ぐらいで支援していただけたら嬉しいなと。僕も逆に皆さんに還元するためにね、非常事態宣言入りましたし、さっき言ったみたいに学校の授業なくなりましたよとかってことは、うちにね、いわゆる自宅で待機する、仕事がないと待機することも、ありますんで、その分番組の方とかをやりながら皆さんと、少しでも交流を取れるようにしていきたいと思いますんで、ちょっとね、1月ね、頭らへん、そう、正月明け、今ね、年末から正月明け、ちょっと忙しくしてたりしたんで、なかなか、こう、できなかったんですよ。さっき言ったこうね、部屋の模様替えみたいなのもずっとやってたんで、ね、まだこれからもちょっと色々やり始めると凝っちゃうんだよ。だからさ、
ね、なのでちょっと時間はかかってるんですけども、まあ要所要所でこうこうやって放送していきたいなと思いますんで、皆さんぜひ、応援よろしくお願いいたします。ね、ということで今日の服装なんですけども、ね、これアベンジャーズのパーカーなんですよ。で、なんでこれ今日着たアベンジャーズのパーカー着てるかっていうと、なんかほらちょうどなんか赤と黒と白みたいな感じじゃん。ね、このあれもね、なんだっけ、ゲーミングチェアもそうだけども、なのでちょっと今日こんな感じにしてみようかなと思って、お送りしております統一感統一感みたいなね。でね、一応ちゃんとね、置いてます。ウルビーくんもいるんでね、ウルビーくんもね赤いシャツ着てますから、長いシャツ着てますから、こんな感じでいこうかなというふうに思ってますね。さて、あ、 YouTube 止まりました？ YouTube 切れてるの？本当？ちょっと待ってね、 YouTube 切れてる、 YouTube 切れてる、ちょっと待ってね、今確認中です、ちょっと待ってください。あ、重いんだよね、結局 YouTube のね。なんでこうなんだろう。うん。重くなっちゃってるね。送信がうまくいってないね。まあ、チャット代わりに使ってください。で、ニコニコの方。ね、そうだね。いや、重いんだと思うんだよ。多分、こっちの方の回線の問題かもしれない。ごめんね。俺の方もクルクルしてる。ね。ニコニコの方は大丈夫？ニコニコの方もでも重そうだな。画質俺も下げとこうかな。画質下げればいけるかな。ニコニコの方は大丈夫っぽいね。うん。どうもあれだね、 YouTube の方が重くなるね。あくまで YouTube のサポートみたいなところもあってやってはいるんですけれども、せっかくだから同時配信してるんですけども、もうちょっと、したら、多分セッティングとかいろいろと今まだいろいろいじってる途中なんで、もしかしたらそんな感じで YouTube ちょっと重くなってるかもしれないんですけども、多分次かその次ぐらいの放送の時には、もうちょっと回線速度速くしたいなと思ってるんで、なんとかなると思います。多分こっちの方の配信のスペックが足んないんだと思います。なのでもう少々お待ちください。ごめんなさい、申し訳ない。もう少々お待ちください。で、 YouTube の方多分ゲーム実況だと問題ないと思うんですよ。なんかね、よくわかんないけどダメだね。ちゃんと有線でやってんだけどね、LAN回線。セッティングをちょっと見直しますね。まあ、とりあえずチャット代わりに YouTube の方そのままにしておきますんで、よければ、見てください。で、見れないのになんですけど、スパチャの方を開放してますので、よければいつでもよろしくお願いします。ということで、ニコニコの方のコメントも拾っていこうかな。ニココメントは増えてないかな。ニコニコ大丈夫です、見てます。オープニング動画重くなってるのかな、なんですかね。オープニングの画面になったら急にダメになるよね。前もそうだったよね。なんだろうね、ちょっとわかんないですけども。お、あれどこまで読んだっけな。ニコニコ広告、テツさん600ポイントって読んだかな。読んでない気がするな。ありがとうございます。クラクランさん400、クラクランさん700ってことで、クラクランさんがすごい、ニコニコ広告入れてくれてますね。ありがとうございますね。え、ありがたいです。さて、まあこんな感じでちょっと雰囲気を変えて、年末年始は本当に大掃除でございます。あ、そうだ、乾杯しましょう。今日ねちょっとね可愛い感じにしましたあ、緑色だから透けている緑色だから透けているね。これまあ、こっち見ると分かるかな、分かんないから白と飛んじゃって、スヌーピーがね、なんていうの、クターってしてるのね。コーヒー出ました。今日はお酒じゃないですけど、ということで、まあ、とりあえずね、非常事態宣言入りましたけども、1都3県、それからプラスアルファ。あ、ギフトありがとうございます。ギフトかな、今の。
ギフト、ヨクラさんありがとうございます。イケメン50ポイントありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ということで乾杯急に始めちゃったけど乾杯。人質宣言ね、頑張って乗り切っていきましょう。うん、うん、まだあったかい、美味しいね。ねえ、大木さんモンハン体験版やりましたか？まだ落としてないんだ。落とさなきゃなと思ってるんですけども、まだ落としてなくて、ちょっとねバタバタっとしてた、さっきも言ってましたけども、ねえ、な、雰囲気変わって、まあ雰囲気が変わっているのを多分このなんていうのかな、グリーンバックのせいで分かんないと思うんですよ。今ね景色が入ってるから。でも相当いろいろと家の中今改造中なんで、ありがとうございます。クラクランさん200ありがとうございます。乾杯ということでいただきます。ありがとうございます。ね、乾杯でございます。ね、なので、クオンさんタピオカミルクティーありがとうございます。タピオカミルクティー300ポイントありがとうございます。ね、タピオカだ、タピオカ。ね、乾杯でね、タピオカで乾杯ということでありがとうございます。もうちょっと、せっかくもうちょっと飲もうかな。うん、まあ最初にちょっと苦言を呈するということで話しましたけども、まあよく多分皆さんは、ちゃんとやってるんじゃないかなと、もともとね番組の中でも言ってますけどもね、うがい手洗い、あとは本当に無症状だから、PCR 検査してないでいると本当にもう映ってたんだけども、なんか気がついたら治ってたみたいな状況なのかもしれないし、本当に分かんないよね。僕自身も分かんない部分もあるんで、まあ、PCR 検査を受ければいいんでしょうけども、とりあえず非常事態宣言出て、外出ることは外出る、仕事があるんでね、出なきゃいけないときは出なきゃいけないなと思うんですけども、でも極力避けようかなと。で今日はね、今日はオフだったんですよ、お休みだったんですよ。なので、部屋の中の掃除というか、その、模様替えだったりとか、いろいろと買い替えたものとか、そういうのを入れ替えたりとか、いろいろしたんですけども、昨日か一昨日かな。昨日はだから仕事で、ね、学校の先生やってたんで出たんですけども、一昨日ぐらいに買い物に行った時、非常事態宣言の、出た日かなに、行ったんですけども、なんとなく落ち着いた感じで、スーパー見に行ったら、買い物するんで行ったら、そんなにこう買いだめしたりとかっていう状況じゃなくなっていたんで、まあわかんないですよ。もしかしたら今日とか明日とか、なんかワンサか買ってる人いるかもしれないですけどね。まあ多少、やっぱり家にこもるわけですから、ね、ステイホームになるので、その分蓄えておかなきゃいけないっていう風にして、買ってるのは買ってるとは思うんですけれども、でも前みたいにもう備蓄しておかなきゃっていう状況ではなくなってるかなと。で往々にして話が出てたのが買いすぎたっていうねいろんな人たちの、まあ、ツイッターとかいろんなと見てると、買わなくていいものまでいっぱい買っちゃったとか、でしかも非常食みたいなのを買っとけばいいんだろうにっていうね、なのに普通に食べ物の、なんていうのかな、賞味期限が近いものとか、ね、肉だったりとか、魚だったりとか、その他諸々買って、で、腐らせるわけにいかないからって、必死になって食って、2、3日でなくなって、ってね。で、それ違うだろっていう。それ違うだろっていうね。なんかこう、みんな、とりあえず買っとかなきゃいけないみたいになって。で、ね、商品がなくなるっていうね。状況、何でもかんでもとりあえず買えみたいな感じだったりとかして、何もなくなってたもんね。夜ぐらいに、なんていうの、当時非常事態宣言の時に仕事終わりに夜ぐらいにちょっと買い物行こうかなって買い物行ったら何もなくて、びっくりしたもんね。何が起こったっていうぐらい、なんかね、強盗にでもあったのかってぐらい陳列してるとこ何もなくなっちゃって、ね、あるものとりあえず買っとけみたいな感じだったけど、ね、さすがにそれは今回はないんじゃないかなと。っていうのも、そのステイホームってのも会社止めろとかリモートしろとかっていう空気感じゃなくて、なんとなくそのまま普通にやってるし、駅なんかも普通にね、
サラリーマンがうろうろしてるわけですよ。ラッシュアワーだったりとかするんで。だからなんとなく、さっき言ったけど、緩い感じなんだよね。そんなんで、果たして1ヶ月で収まるんっていうのはあるけどさ、ステージ3まで行けるんっていうのはあるんですけど、ステージ3行ったやったって、その後でまた普通にしたら、あっという間にステージ4行くんですけどね。うん。だからあとはワクチンの問題だよね。2月ぐらいにワクチンを打てるようにしましょう、みたいな話で動いてますけどね。ね、それによりけりかなと。で、エンタメ業界さっき言ったみたいに、憤りを感じてますよっていう話をしましたけども、もう元々どうせ止まるのは分かってるわけですよ。1年間丸々止まるんだろうな。ワクチンが、もう前から言ってますけど、だ年末とか年明けぐらいにワクチンが、日本に出回るようになって、それでやっとエンタメ業界動けるんだよねって話をしたと思うんですけども、ワクチンが出ない限りはどうしようもないわけよ。だそれももちろん分かってたことなんで、非常事態宣言だろうが、なかろうが、エンタメ業界は止まったままなんだよなっての分かってて。で、案の定、知り合いなんかも、やっぱりこう、半分の人数でとか、ね、いろいろと、やっとね、無観客のところから、お客さんを入れてみたいな感じで、それ赤字だけどねっていうので、でも動こうって言ったところで、非常事態宣言入っちゃったから、中止するということで、相当な赤字をまた抱えなきゃいけなくなって。で今回はね、飲食店関係だけっていう話なんですけども、そうは言ってもね、クラスターが起こったら何が起こったってなったら問題になるから、やっぱり動けないわけだよね。で、要請は出てないけれども、お願いとしてやっぱりエンタメ業界の方にやっぱ来てるわけですよ。そうすると、そりゃあまあ、ね、関係ねえよな、みたいな。会社員は会社行ってるんだしな、って。俺たちだって、ね、役を演じたりとか、舞台やったりとか、演出家の人だって、ね、美術の人だって、いろんな人だってそうだけども、それが仕事ですから、俺たちみたいな仕事するよ、って。仕事するかっていうと、やっぱりなかなかね、っていう状況なわけですよ。早めにワクチン入ってほしいってね。そうですよね。ただ、その、早めにワクチンが入るとはいつも、そのワクチンが、の副作用がわからないとか、いろいろあるからね。ねえ、だから本当に、全く読めないよね。ね。サラリーマンの仕事はある程度仕方ないとして、明らかに仕事でも、不要不急でもなさそうな人が外にいるともやっとしますね。ただ、俺からすると、そのサラリーマンの仕事も本当に必要なのかってところもあるわけ。前はリモートでできたのに、なんでわざわざ、リモート解除したんと思うわけでね。リモートでやればいいじゃんと思うわけでね。だから、今、こう、なんだっけ、コロナウイルスでこういう状況ですよ。ステージを下げなきゃいけないですよ。で、それが非常事態宣言明けようが何しようが抑え込まなきゃいけないのに、まるで、なんだろう、非常事態宣言明けたら、コロナウイルスはなくなっちゃったみたいな感覚になってる人たちが山のようにいたわけだよね。普通に外出歩いてたりとか、会社は会社で普通にラッシュアワーで電車で移動したりとか、いやいや、リモートでオタクの会社やってたじゃないですか。なんでわざわざリモート解除して普通に今会社通わせてるのとかね。いや、だから、コロナウイルスが、例えば1人とか2人とかさ、今日3人感染者いましたとか、で、それぐらいまで抑えられて初めて、じゃあリモート解除しなさいよと。っていう風に、思うわけですよ。だからサラリーマンだから許されるっても変な話なんだよね。同じ仕事をしている身で、みんなはそれで苦労しているのに、サラリーマンだけ OK ですって。それは結局サラリーマンが、広めたりとか、終わった後に夜飯食いに行っちゃって、で、家族に感染させてやってとか。さっきテレビでもやってましたけども、お父さんが移ってきちゃったと。で、家族に移しちゃったと。でも、病院に入れてくれって言っても、今ベッドがないから無理だってことで、で、結局どんどん家族に移っていくような状況になっちゃったってやってるんですけど。だから結局そのお父さんが移るような状況、環境になってしまっているっていうのがまず問題なわけじゃない？それはもちろん大人だからとか仕事だからってのもあるかもしれないけども、